ようこそお越しくださいました本日もたくさんのメディアの方が来てくださっておりますいろいろお話を伺いますのでよろしくお願いいたしますお願いしますお二人いかがでしょう今回の CM 以外にお仕事で何か共演されたりっていうことはあったんでしょうか今回が初めてですよねですです,あです,です初めてですそうだったんですね、はい、じゃあ本当に CM のストーリーのように初めましてから出会っての CM 撮影だったんですねはいそうです、うん、そうです さんいかかがでしたか初めてて出会ってそうですねでも僕らも役と一緒に徐々にしあの親密になっていく感じがいい感じに反映されてたので、うん、すごく良かったなって思いますそうですよね、うん、それもなんだか CM 見ていてこう私たちが胸をキュンした理由かもしれないですね、はい、そうですね最初はまあ僕も人見知りで、まあ、緊張してたのでどんな感じなんだろうと入ったんですけど最初一見まあクールっぽい 印象僕は持ってたんですけども話してみるとね今もね素敵な笑顔ですけども <laughs> 話してると本当に明るくてなんかすごく話しやすくてで同い年っていうのもあってうん、うん、そう相手役が白石さんでよかったなって思いました本当ですか最初にどうですかお互いが距離をちょっと詰めたのはどちらからこうきっかけがあったとかありますか撮影中詰めた <laughs> いや詰めてはないのかな <laughs> どうなんですかねまあでも撮影ね まあしていくうちに気づいたらっていう感じですかね。本当にあの現場を明るく照らしてくださるような方だったので、あのお話ししやすい空気感を作ってくださる方ですし、はい、うんあのこちらとしてもすごくあの打ち解けやすくて、はい、お話は最初からしやすかったです。津波さんは何かそういう現場に入った時にみんなとこう元気に関わろうみたいな何かあるんですかそういう。いやね。<laughs> <laughs> いや意識がいやどうなんですかね、まあ、でもスイッチは入ってるのかな、もしかしたら<ー>、はい、嬉しいですね、でもそうやって言っていただけて、うん、なんかありのままでいいっていうなんかメッセージをすごく感じてなんか特に男性とか恋愛する時、かっこつけちゃうみたいな僕とかも、ね、かっこつけちゃうんですけどもなんか変にかっこつけなくてもありのままでいいんだよっていうメッセージをすごく僕は受け取ってなんか本当に恋愛したくなるようないい曲だなと思いましたね。 いいですよね、やっぱ曲を聴いてこう恋愛したいなって思えるって本当に素敵な曲だったなと思いますその通りです。な、はい、さん、ちょっと気になっちゃったんですけど恋愛で格好をつける時ってどんんな時に格好をつけるんですかいやー嫌なとこついてきますね。<laughs> なんですかね、<laughs> なんだろう、なんか割といつもお友達している時とかは笑顔が多いんですけどもなんか笑わないとかじゃなくてなんかちょっとかっこいい角度とかちょっと意識しちゃうみたいなとこは。 ありますね、うん、白石さんどうですかでもちょっと可愛いですよねなんかそうですねそれを聞くと逆にあそんなふうに <laughs> 意識してるんだって知れるとまたちょっと感じ方が変わりますね鉄板のデートあー鉄板まあでも映画とかですかねやっぱり同じ話題でこう盛り上がれるのと そのあ,のあのシーンで何を思ったかとかやっぱ人によってこう感じ方っていうのが違ったりするとそれもそれで新しい発見で相手のことを知れて面白いなっていうふうに思うので、まあ、そうですね最初に私は映画館に行きたいですそういうとき、どういう作品見られますかえー、でもちょっと正直恋愛ものは恥ずかしいので何 <laughs> だろう、ちょっと、うん、感動する。 ものとかなんかだろうなホ,ホームドラマ系だとかえなんだでもその時にお互い見たいものを見ると思います、うん、尊重ですねそこもあそうですね <laughs> まあ僕も1回目は映画かな <laughs> 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 でも僕はそうですね恋愛ものを見ちゃいますねそこでまあキュンキュンしちゃおっかっていう感じででまあその2回目も決まっててちょっとこれ言うのマジはずいな あの横浜大体横浜に行くんですけどまだ僕に横浜誘われたら,だらそういうことっていう感じです <laughs> <laughs> まあその後何かが、何はい何かがあります、はい、月3ぐらいですかね週1月3ぐらいです大体最初って会いたくなるじゃないですか付き合いたてってでやっぱでもずっと会っちゃうと 後々に友達の時間の優先順位がこうなってきたときに最近会えてないなっていうのでやっぱ寂しくさせちゃうっていうのがあってならもう最初から月3週1ぐらいの頻度がいいかなと思ってます友達と恋人まあ同率ぐらいですね私もそこまでこう毎日会いたいみたいな感じではなくて電話とかもちょっと苦手で <laughs> 割と結構淡泊だっていうふうに言われることが多くてまあなのででもそれも相手にこうできるだけ寄り添いたいとは思ってますだけど結局それで自分が息切れしてしまってっていうことも考えるとうんだろう頻度とかっていうのはあんまり考えたことないですけど会いたい時に会うでいいんじゃないかなって思います。 左側にお願いします。よろしいでしょうか。ありがとうございます。すごい至近距離のサービスもありがとうございます。